フォルティチュード・ボローニャは、イタリアのプロ野球チーム。イタリアン・ベースボールリーグに所属。エミリア・ロマーニャ州ボローニャにあるスタディオ・ジャンニ・ファルチを、本拠地とする。2011年に、イタリアの保険会社、ウニポルが、命名権を買収し、ウニポル・ボローニャへ改名。その後、2014年に設立されたウニポル参加の、ウニポル祭に、命名権が移行したため、2014年から、 ウニポルサイボローニャとして活動している。1953年に創設され、1954年からセリエ C に加盟。1958年にセリエ B へ昇格し、1963年からセリエ A へ昇格した。1969年にリーグ初優勝を果たした。1972年に3年ぶり2度目のリーグ優勝を果たした。 1973年にコッパイタリアで優勝を果たしヨーロピアンカップチャンピオンでも優勝を達成1974年に2年ぶり3度目のリーグ優勝を果たした1978年に4年ぶり4度目のリーグ優勝を果たした1982年にコッパイタリアで10年ぶり2度目の優勝を果たした1984年に6年ぶり5度目の リーグ優勝を果たした。1985年にオーロピアンカップチャンピオンに12年ぶり2度目の優勝を果たした。1997年にコッパイタリアで15年ぶり3度目の優勝を果たした。2003年に19年ぶり6度目のリーグ優勝を果たした。コッパイタリアでも6年ぶり4度目の優勝を果たした。2004年にスーパーコッパイタリアで優勝を果たした。 2005年に2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした。コッパイタリアでも2年ぶり5度目の優勝を果たした。2008年にコッパイタリアで3年ぶり6度目の優勝を果たした。2009年は4年ぶり8度目のリーグ優勝を果たした。2010年から旧セリエ A を改編したイタリアンベースボールリーグに参加。コッパイタリアで2年ぶり7度目の優勝を果たした。また、 ヨーロッパカップチャンピオンで25年ぶり3度目の優勝を果たした。2012年はコッパイタリアで2年ぶり8度目の優勝を果たした。またヨーロッパカップチャンピオンで2年ぶり4度目の優勝を果たした。2013年はヨーロッパカップチャンピオンで2年連続5度目の優勝を果たした。オフの11月には中国が 事情により参加を辞退した影響で、アジアシリーズ2013に、ヨーロピアンカップチャンピオンで優勝したボローニャが、招待国として出場することになった。そのため、日本と台湾で、プレー経験のあるジャンカルロ・アルバラードと契約した。だが、サムスン・ライオンズ、統一セブンイレブン・ライオンズに連敗し、予選リーグで敗退した。 2014年には5年ぶり9度目のリーグ優勝を果たした。2015年はレギュラーシーズンを1位で通過し、2次リーグも1位で突破。しかしイタリアンベースボールシリーズでリミニベースボールを相手に0勝4敗で敗退。決勝のカードを獲得したコッパイタリアでは、ネットゥのベースボールに2勝1敗で勝利し、3年ぶりにコッパイタリアのタイトルを獲得した。 2016年もレギュラーシーズンを1位で通過し、プレーオフへ進出した。前年と同じく決勝でリミニベースボールと対戦。4勝2敗で勝ち越し、2年ぶりの優勝を果たした。2016年シーズン。公式サイト参照。カッコ内は二重国籍。ありがとうございます。